んばんは。恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、また会いたいと思われるモテオくんの性格というお話をさせていただきたいと思います。また会いたいって思われるモテオくんの性格気になりますよね。やっぱりね、こう共通してどの女性にも多くの女性に言えることがあるんですけれども、女性は何を見ているか、ね、それはあなたが頑張っていることがあるかどうかっていうのを結構見てたりします。それは会話の中でね、あなたがすごく一生懸命仕事頑張っているとか、運動頑張っているとか、まあ読書頑張っているとか、何でもいいんですけれども、何か夢中になれることとか頑張っていること、今よりももっと上に上がりたい向上心ですね、いわば向上心があるかっていうのをすごく女性は見てるんです。そしてあなたが、あ、こんなことに頑張ってるんだっていうのが分かったら、すごくね、こう安心するんですよね。そして魅力、あなたに対して魅力を感じます。ですので、あなたも何か頑張ってることとかあったとしたら、それをさりげなくね、会話としてお伝えするのもいいと思います。もしなかったらね、これから作るのもいいと思います。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、質問です。2回目のデートが体調不良で、またの機会になった後、また会ってもいいかなと思ってもらえる名誉挽回のテクニックが知りたいです。ちなみに私が断られた後には、気にしなくていいからね、元気になったらまた誘わせてねと伝えていますのが、これ以外の方法でお願いします。で、相手の女性が、体調不良になっちゃったらってことですよね。あ、そうですね。でも、ま、体調大丈夫、本当に無理しないでねっていう、その体調を気遣う言葉を言った方がいいですね。まず気にしなくていいからねっていうのももちろんいいんですけど、え、体大丈夫って、なんかあったら、なんか辛かったりしたらいつでも行ってねみたいな、ポカリとか持ってくから、かっこストーカーじゃないよみたいな感じで、体を気遣うことを言ったらいいと思います。で、その後にまた誘えばいいので、うん、また体をね、体調を気遣うことを言ってあげると、女性はね、本当に体調悪い時ってこう優しくしてもらうとすごく嬉しかったりするので、体調を気遣ってあげてるといいと思います。ではですね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。また明日。